ード日本一周中3配信を開始しました。マツアット日本一周中3鳥取犬飾り6北条公園3大英1ポート赤崎4琴ノ浦16大仙恵みの里11島根アラエッサ27さゆまるさんよ。サンマパン、そうか、サンマパン食べるためにお腹空かしてんのか。さゆまるさんいいや違うさゆまるさん家で食う。家で食うの？家まで帰るの？さゆまるさんご飯はくうよ。そういうことか。サンマパンは家で食べる。道の駅犬飾りに到着。6スタンプ観光情報ステーション。ありがとう。さゆまるさんてかさ、うん、何？さゆまるさん大英もう着くよ。あ、いいんじゃない別に。さゆまるさん次は北条公園北条公園25分、うん、スタンプ9時から17時道路を隔てると北条砂丘がある。とろろ屋根バリ娘のとろろがたっぷり入ったうどんが美味しい。
犬バサリか。あれ、もうポルシェ軍団がいなくなっちゃったよ。早いな。さゆまるさんとおげなう。峠、はい。
ありがとう、ありがとう。さゆまるさん、焦ったわ。うん、ごめん、ごめん。ありがとう。奥の方まで行かないだろう。あ、見てたから知ってるか。さゆまるさん、うむうむ。どこだどこだって永遠と探したの。さゆまるさん、下調べ済み。雨降ってたしな、俺の時。で、手前でなんかご飯食べれるところあるよ。なんか美味しそうなのがあったね。今
暇時間ならやってんじゃないまだ。さゆまるさん、うちのリスナーが釜飯うまい言ってた。うん、バカで通り過ぎた。いや、一番奥の方だからな。でもな、ナビで行けたかな、そこ。新しい建物だからね、奥の方に連れて行くとある。丸さん、すげえこの道の駅。
あれそこってスタンプってどこだったっけかね。東北のあれスタンプラリーやればいいじゃん。東北のスタンプラリー、さゆまるさんわら。そこで買って、もしくはあれ今デジタルのやつあるからデジタルでやればただだし、応募もできるし。
三栄、ちょっと待って、もうここ。もうここ。ちょっと早いね。MA 34時半かな。あ、それぐらいには着くね、間違いなくね。こっちにしてもちょっと休憩したいからさ、あの着いたらそこにいるよ。日陰を探して止まってる。 MA 3休憩してください。はいはい、コートバックコートアスタリスク、あはは。昼ご飯食べてて、ああゆっくり食べててください。大丈夫だよ。さゆまるさん、真っピンクのランボルギーニいた。気持ち悪いな、それも。金持ちのやることは。さゆまるさん、ここにランボールギーニあるのわかる？え、し、あったっけそんなの。なんかあったかな。眠たい。さゆまるさん、それとまるっきり同じやついた。あれか、作ったやつか、本物じゃないやつか。MA3 さゆまるさん、もう少しで松さんに対面できます。透明学バックコートてる、恥ずかしい、いろいろと NG ですが、あら。さゆまるさん、まーちゃん、ドキドキ、あら。大丈夫、ただ単にあの腹の出たおっちゃんだな。まもなく右方向です。 MA3 めちゃくちゃドキドキしてます。初突なので。多すぎる。そう、多いよ、めっちゃ多いよ。ずーっと奥入っまでテケテケ歩いてってやっとだからね。サンマパンは俺そこじゃなかったっけ。牡蠣、生牡蠣食ったの、そのまんま。さゆまるさん、違う気がする。違ったっけ。300円ぐらいだったような。さゆまるさん、うん。500m先。めっちゃ安かったから食ったんだよ。MA3 どんどん田舎になるので、コート、バックコート、アスタリスク、あはは。300m先、右方向です。
宮バス。ヤバス。
も送りますよ。さゆまるさん映画欠かさず見てる。すごいね。さゆまるさん、まーちゃん、ありがとう。ちびまるが海鮮丼嫌だって。なんで嫌なの？いろんなのも入るから。さゆまるさん、道の駅北条公園に到着。3、スタンプ物産売店入り口。ヒロ兄さん、ええ天気ですな。いい天気だね。MA3
三さゆまるさんすごいな、本当に。よし。MA さん、そこでちょっと休憩してください。コート、バックコート、アスタリスク、あはは。さゆまるさんへ、ありがとう、スラッシュなブラスラッシュ。MA さん、今急いで準備してるので、コート、バックコート、アスタリスク、あはは。いや、次のところ行っても、あれで、そこにいるから大丈夫だよ。めっちゃ涼しい。すごい、もう700円になっちゃった、これ。さゆまるさん、食われるーわら。道の駅って感じがしないんだけど、道の駅って書いてるところないの、これ。看板があったっけ、さっき。の駅看板。ホタテしょっぱい。暑い。ソフトクリーム好きがね、全然ソフトクリーム食ってないんだよな。
ちょっと休んでるわ。左方向です。思いっきり右手が 海なんだね。
き合いサンマパン特攻って言ってね、僕ってね、テンポがいつながってないからね、全部分かれてるからね。一番奥だったよ。言うてみれば一番左端。どっから見て奥なのかわら、道路が左にあって、まもなく右方向です。 MA さんやば、ちょっと待っててください。いいよいいよいいよ、ゆっくりおいで、ゆっくり。どこにしようかな。さゆまる三道の駅大英に到着。1スタンプ情報コーナー24時間。ここにしとこうか。
情報コーナー行こうか。そっち入ってた左側に道路で右側に店舗並んでるでしょ。それの一番奥側の店舗だよ。裏に止めたら逆、裏に止めたら右側のじゃないの？聞いた方が早いかもしれない。日本海の方がやっぱりいいね。ラジオにしといてあげよう。はいはい。
こうやってここら辺止まってっから、ラジオにしとくから横に止めよ、横に止めておくれ。はいはいはい、いいよ、ゆっくりして、よいしょ。 MA3 も近くまで来てますので、うん、風の家さっき言ったよな。で、北条の大へ。ぼうと赤坂と琴の裏って何？すぐ横じゃねえかこれ。さゆまるさん、うむうむ。さゆまるさん、全部近くて24時間が続く。いいね。さあ、あれだね、焦っていく必要もないね。ちょっと。楽天に送った。うん、あった？ああ、はいはい。
かゆまるさんありました。MA、3どこ止めてますか？コート、バックコート、アスタリスク、アハハ。ん？え？どこに止めてるって？どこに止め、なんかこの赤い車がぐるぐる回ってるところに。その辺が分かりやすいんだべか。チラッと映せばいいのか。ここが見えるところ。MA3 が分かりました。雪間、はい、はい、来た来た、多分そうだろう。多分そうだろう。よし。MA3 着きました。さゆまるさんナイス。よいしょ、なんかいっぱいもらったよ。はい、なんかいっぱいもらったよ。さゆまるさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今ね、書いてもらってるから。
これは落としていいのか。よっしゃ。これ。はい。これ。天狗さゆまる魚巻貝さん拍手拍手拍手。これよな、これ名前ないんだ、名前ないやつは俺消してことにしてんだけど大丈夫かな。よし、ありがとうございます。わざわざ。大変だね。最近毎日ずっとやってるよね。最近毎日ね、基本夜。やってるよね。よし。
やもうあと1冊だよ。ほれ。わあ。マジでビビるから。
がとうございます。いいね。広島で。広島。生物？生物とのいろがあるので。生物があるの？そんな時にちょっと待ってるね、うん、あ全部名物なので。全部名物なの？暑いな。24時間、ずっと24時間、全然昼寝もできないな、この日陰がないから。そうですね、日陰のあるところを求めよう。このまま行く感じなんだな、これ行く感じなんだな、これ。さゆまるさん、マータン、マータン、なんか生ものいっぱいもらったから今日食べちゃわないとダメだ。また海沿いだね、これね。海沿い海。今日なら行けるかな。久しぶりに夕日が。どこに夕日が久しぶりに見れるかな。見れないか。天気良ければね。いつもさ、夕方になると雲出てくるんだよね。ないな。よし、ありがとうございます。あ、
どうも。よし、行くで。皆様お邪魔しました。しました、ありがとうございました。いっぱいありがとうございます。このまま海で MA さん、さゆまるさん、さゆまるさん、ありがとう。手を振って立ち去るのを、あの 手を振るって待つみたいな、なんか。チャリティーマラソンやってる気分になっちゃうんだけど。MA さん、イエイエイ、ありがとうございます。よかったです。はい、ありがとう。
あれって大丈夫なんだべかな。でもあのキャラクターものって映しても MA 上海地元なので車で10分もかからなくて、地元民ほどあまり行かないんですけどね。やばこれ、さゆまるさんダメかもね。うん、さゆまるさんそんなもんよね。わら、まもなく右斜め方向です。MA3 でも駅とかどこ行っても子なんです。コートバックコートアスタリスクあはは。 MA3 コナム、やばいこれ、めっちゃうまそうなんだけど。さゆまるさんいいな。MA3 シフォンケーキ美味しいですよ。ねえ。MA3 さゆまるさんコナングッズいつでも。うん。あ、中にイチゴのクリームが。MA3 は松さんコーヒーブラックでした。さゆまるさん日本一周の際は行くわら。シフォンケーキも白バラ製品です。MA3 ポート赤崎行けば海近くです。はい、公園という公園があり、眺め最高ですよ。なるほどね。タコ公園。ね、今ね、サユが書くよ。タコみたいな顔してる。うん。MA、サンタコみたいな顔わらわらわら。さゆまるさん余裕ないわら。ごめんごめん。ごめん。運転中だったらごめんごめん。
もこれ。白バラ牛乳。さゆまるさん、峠ばかりで足痛い。さゆまるさん、アクセル踏みっぱで。そうだろう、そうだろう。写真撮っちゃえ。 MA サンタコありません。うん、シャメ MA さん写真撮り中。そうそう、あのツイッターにあげるやつ。よし、この裏にタコ咲いたわ。エンジン聞いたくないな。うん、反対側の展望みたいなとこで海見れますよ。はーい、よし。情報センター、海見に行くか。左右は運転中だから
見るだけ見ていってください。はい、はい、さゆまるさんへ情報コーナー。あ、ごめんごめん。何ピーピー言ってんの？警報鳴ってんの？何のピーピーなんだろう。さゆまるさん、うるさわら。何のピーピーなんだろう。いやいや、めっちゃ乾くじゃん、これ。何開けっぱなしにしてんだよ。完璧に乾いちゃう。裏ってどうやって行くの？ところないですか。裏あった裏。ほらタコさんいた。MA サンタコさん滑り台コートバックコート米印。よし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 、激しいところが上がっていくぞ。よし、降りるときはまともなところから降りようかなと思います。海。あ、すごいね。街並みも綺麗に見えるね。
の浜っていうところがあって、そこすんごく綺麗なんですけど、そこは道の駅じゃないので、コートバックコートアスタリスク、あはは。ああ、そっち側に走ってたらね。さゆまるさんなり石さゆ見たかったとこ。かなり石？降りるところないんだけど、これ。MA3 層、赤崎だからもう少し行ったとこ。さゆまるさん、石菜の浜が。ここ降りるとこないんだけど。MA30 分もかかりません。はーい。さゆまるさん10分くらい。行ってみるか。さゆまるさんわら。うん。降りるとこないんだけど。道なき道を降りてる。MA3波で石の根がすごくいいんですよ。あ、ほんとに。うん。さゆまるさん見たくてスクショしてたわら。よし。いいな。MA3さゆまるさん、そうなんですね。よし。ぜひ、本当におすすめなので、今度配信しようか迷ってたので、コート、バックコート、アスタリスク、あはは。うん。よいしょ。ローラーコースターの使用を禁止します。さゆまるさん、マジカン。松が元気ならスクショ送ろうと思ってたわら。MA3 今タコさん工事中なんですよね。タコさんもこなんか。よし。鳥取牛骨ラーメン。歩くだけで暑いですよね。今日わらわらわら。暑いね。MA3牛骨ラーメンもとっても有名です。準備中。思いっきり準備中になってる。よし。日本海を食べに来てほしいな。魚定食910円。MA3 そこめちゃくちゃ美味しいですよ。そうなん。夏、暑かった。どこでもあれかな、子供というのは似たような。 MA3 なり石行きますか。さゆまるさん、海ありまと。さゆまるさん、次は琴ノ浦。琴ノ浦、5分。スタンプ24時間。これの琴ノ浦の次あたりでしょ。地元産の魚介類を使う刺身や煮付け、天ぷらなど定食が豊富。B 級グルメのアゴカツカレーが人気。0858-55-7811-16。
目的地を設定しました。さゆまるさん楽天に、はい、さゆまるさんなりーしおくた、うん、16番、さゆまるさんスクショしてたやつわら、うん、今後の旅もワクワク、アスタリスク、バックコートアスタリスク。交通規制に従って運転してください。MA、三位幕にさんから連絡来ました。これあれじゃない、あの琴ノ浦の次あたりじゃないの、これ違うの、琴ノ浦先に行こうか。MA3 そこずっと行けばあります。うん、ああそうか、琴ノ浦は中入るんだ一回、まあ、出てこよう一回、一回行って出てこいもいいね。にしたって多分これまたすぐ戻ってこいばいいって感じだ。203は何キロも離れてないね。 MA3 はわざわざありがとうです、えへへ。いえいえ、ちょっと先にちょっと琴ノ浦のスタンプを押してからこっち戻ってくるね。オメガアスタリスクチラリアとつ見逃しました。
さ、全く映して、何も映してないから声だけなんだけど。MA、サンクニサーム。実演です。コート、バックコート、アスタリスク、アハハ、さゆまるさん、くにさん、よいしょ。クニアットハーモニカさん、ウクレレ弾いたのですか？それはなかったな。さゆまる三道の駅琴の浦に到着。16スタンプ観光案内所カウンター。 MA サンソレ松さんにも言われましたが弾いてません。くてー、MA さん持ってくればよかったですね。あはは。グニアットハーモニカさん、はじかずか。あっちの、あっちのとこや。お前と、あっちのとこか。MA さん、クニさん言ってくださいよ。さん、わら。でもさ、これさ、中にも MA さん、くにさん、この公開見ましょ。クニアットハーモニカさん、まさか京都つしてると肌し。うん、なんてだって俺の予定は未定だからね、いつもね。MA さん、秘密だったので、コート、バックコート、アスタリスク、アハハ。MA さん、初リア突でした。緊張した。グニアットハーモニカさん、ミスター未定。ミスター未定。さゆまるさん、ついた。ついてるよ。あ、ついてるよって、さゆがついたの。さゆまるさん、おしか半島。さゆまるさん、いいや、さゆが。あ、よし、ちょっと押してくるか。情報センターとか。MA サンコナンのお土産、さゆまるさんにもあげたいくらいです。コート、バックコート、アスタリスク、アハハ。熱い。さゆまるさん、優しい。
った。MA3 ほど。なんかね、いっぱい。さてと。成石行こうか。この電話番号で行くのかな。まあ入れなくても行けるような気がするけど。さゆまるさんどうだろうわら。それ一応入れてみようか。MA さん、さっきのところに戻れば。うん。観光協会のあれだ。目的地を設定しました。観光協会だな。琴ノ浦の道の駅に来るわ。ちょっと笑っちゃった。さゆまるさん笑。MA さん笑わらわら。よし、したらいらないな。ちゃんさっきのところに戻ります。北道を戻る。
看板かなんかあるのかな。 MA 三ワクワク米印バックコート米印よく見る海を待つさんに見てもらえて嬉しい、はい、コートバックコートアスタリスクアハハ S33 個目はライス米はライスどの辺にあんだろう。S33 いいねお5個プレゼントしました。いいねいいねいいね。 MA3 右手にあるのでなんだか神社じゃないのね。もっと先に行けばあの入ればよかったけど。MA3 いや違います。いやあれそうなの。さゆまるさん絶景ナウ。意味なかったこっち来たの。S33 絶景。あ、また違う道走っちゃったの逆の。変な道来ちゃった。戻った方がいい。MA3 ですね。戻った方がいい。戻ろうか。もう素直に戻るからね。そういう時は。逆に違う道に来てしまったよ。遠くなっていく。9号線に出ればまたいいのか。9号線に出ようか。9号線に戻るか。MA3 層。よし帰るど帰るど。サンマパン何個買ったの。さゆまるさん3個。
トシちゃんに2個。ハトシちゃんに。MA3 あれ、行き過ぎてる、かも。え？さゆ丸さん、さゆは1個。マジで行き過ぎてる？ S33Y10 個。ちょっと曲がってみる？浜の方に。さゆ丸さん、わらわら。あ、鳴り石の浜が 900m だって左。約1キロ。MA3 戻れる範囲でよかった。戻ってね、え、うん。じゃないの。もう少しか。あ、これか。全然違ったね。よいしょ。あの看板か。看板が出たよ今。鳴石の浜あった。これ。MA3鳴石カフェあるはずなんですが。200m だって向こうに。そこだ。潰れちゃうんじゃないのね。よし、行きますか。
人がいるから一応マスクしていくか。そういうことか、石が戻ってガガガガって音がするってことなのか。波が引っ張っていくときにガラ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 って。こういうことなのね。波が引くときにガラ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 。バランス技
願い事書いたって。ペン持ってこなかったペン。叶ったんだ。すごいね。よし、ちょっと待ってね。ペン置いてあるところなんてあるんだ。MA3、 マジック持ってこいよかったね。書きましたよ。見える？そりゃそうでしょうね。世界平和でしょう。MA3 そこだ。私が行くとこ。ラウド3リーチ平和。ね。再生も入れておきますから。世界平和でも投げ込んでいきますか。皆さん、
界平和が訪れるよ、これで。世界平和。なかなか貴重な体験をしたね。結構こう珍しいね、この大きい石ばっかりがあるところっていうのも珍しいね。ヒロ兄さん似たような石台です。やっぱりあそことここじゃ音が全然違う。似たような石というかね、あの。さゆまるさん綺麗。夕日こっちに沈むね。MA さん今から私も行こっといいかもしんないね。願い事は、願い事は何でしょう。今度の俺もあの世界政府平和をあの祈ったから次は大仙恵みの里、大仙恵みの里、15分。スタンプ24時間。大仙町産の豚ロースなど地元食材を使った食事が美味しい。ご当地ソフトの紅茶ソフトが大人気。0859-54-6030-11。MA、3何にしようかな。よし。何にするんかな。
的地を設定しました。丸3あら MA3 大分気温下がってきたかな。まだ暑いか。まだ27度。さゆまるさんいつの間にか動いてたわら。ごめんごめん。あ、こっから入るのかな。みんなこのここから入るのかな。 MA3 いつの間にか動いたわらわらわら、うん、さゆまるさん、あらエッサの次が17時半まで。MA3 走。あ、ここが成浜の駐車場って右にあるわ。ちゃんとあるんだ、ここも。わ、綺麗だね。止めたら止めたで良かったのかもしれない。MA3 そこ向かいちわらわらわら。さゆまるさんちびと充電器取り合いなるのでそのうち落ちますわら。わかった。アラエッセの17時半を過ぎればまた24時間が続くのか。さゆまるさん、アラエッサは24時間。アラエッサは24時間。次が17時半。まあ間に合うんだけどわらわら。あ、エレアッサの次がってことか。 S33 充電器の奪い合いで地で地を洗う戦いが始まる。まもなく左方向です。どうしようもないもんね。焼き栗にしたら跳ねるからダメだと思うしね。S33 こち亀200巻が無料配信。さゆまるさん間に合わなかったらアラエッサの次で終わり。ああ、いいよいいよ。S33 ただし24時間限定。何？いつ？24時間200巻は見れないんじゃない？24時間で落とす人いるのかな。ネットで、きっとネットでしょ。
札7分12秒で読めば大丈夫。さゆまるさん、あらえっさの先は時間はわかるがおすすめはまだ書いてないわら。ああ、はいはい、いいよ。最高。うん、もう夕日なのそっち。海に落ちないんだよなこれな、釣れちゃって。もう今なら海に落ちてきた沖縄ぐらいしか。沖縄か。遅くなる。ああ、遅くなるか。あんまり温泉というかそういうのなさそうだな。
メント。気をつけて帰れよ。成り石ってああいう感じだったんだね。俺何なのかなと思ったら、あの歩くとさ、カシャ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 言うのかなと思ったら、波で引っ張られて、あの海の子に引っ張られる時の音なんだね。ガラ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 って。 S33 コメントコメント、うん、さゆまるさんだね。ね、まあ行ってみないと分かんないことだよね。なるほどねって感じだね。いっぱい来てたわ、カップルが、リア充どもめが。さゆまるさん逆によかった。うん、あれどこなんだろう。ルートを再検索します。これなんだろう、あれか。後ろ向き駐車、前向き駐車だね。道の駅大線恵みの里に到着。11スタンプ入り口情報、テレビ前24時間、店内情報コーナー横。うん、ありがとう。ちょっと押してくるわ。S33 クッキS33 プリン、S33 チョコレート、さゆまるさん、なにわら、S33 今食べたいもの、さゆまるさん笑。